なんですけど、じゃじゃーん、あそこにセブンイレブンがあるんですよ。ちょっと行ってみたいと思います。あ、やばい、交通がね、危なくて。ずっと気になってて、ウインナーずっと回ってるんだよね。30元だから120円とかな。あとね、こう見てください、この煮卵見えないんですけどみたいな。これ煮卵をまだ食べたことがないので、ちょっと食べてみたいと思います。これ嘘、台湾にしかないアイスがめっちゃあって、日本でも見たことあるやつもある。このバナナめっちゃうまいんだよ、めっちゃ新鮮で。見て、肉、髪、そぼろみたいな。なんか前オレンジジュースを飲んだらすごい美味しくて、あ、これだ。このね、オレンジジュースがすごい美味しかったです。果汁が入ってて、あ、このミルクティーがめっちゃ濃厚で、しかもめちゃくちゃ安いんですよ。おすすめです。お菓子大量にあるけど、このポテトチップス、これ台湾でね、すっごい有名で買ってる。さっきも、昨日も食べた。あとは飲み物もあるんですけど、飲み物はまあ日本のものも多いかなっていう感じです。でもお茶とかが甘いんですよね、砂糖とか入ってて。もうこれ、こんなお茶ないですよね、日本に。アスパラガスジュースだって。じゃあこんな形のがないの、まず。台湾のお金です。お金先取られたい。終わっちゃった、早っ。あ、でもなんか黄身が濃厚です。でも日本とそんな変わん